明日センターの好きな肉じゃがにしとくね。俺は肉、あ、お前いつも人参入れるからな、肉じゃがに。俺嫌いっつってんのによ。わかった。お肉とじゃがいもだけにしとくね。お肉とじゃが。本当に肉とじゃがしかない。クルメイト。あー、インパスタ引きたいね。ゴー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 。シュー。黒。なんか歌うか。黒水色。タスク邪魔された。はい、皆さんが集合するまで約20秒間かかりました。どういうことですかね。これは校長先生的にはもうちょっと早くみんなが静かになれるかなと思って待ってたんですけどね。あ、これはまずい、まずい、やばい、これ全部入れてるやつ。ごめん、スキップ入れてほしい。これ、ごめん、ごめんけどスキップ入れてほしい。ちなみに今まずいって言った僕はクルメイトだと思います。は？え？これやばい、これね6票ぐらい入ってる気がする。これやばいな、これマジで。これはマジでマジでこれ黒の3票。同時に6ぐらいつきましたからね。ちなみに環境先生、なんでベッドベイの布団の上に立てたんですか？寝てました。立って寝てたの？すいません、わかりました。ごめん。ベッドの上まで行って。ごめん、夏目先生、ごめん、マジで。ごめん、遺言。遺言がある。皆さん、ギリギリ頑張ってください。5票は。この時点で。ちなみに、夏目、マジでクルメイトなので、この船に9人の人がいます。9人村で始まったと思います。ごめんなさい。人狼か。強人が釣れるんで、ノイズが弾ける。強人ノイズ、あ、ノイズノイズね。いいじゃないですかね。ノイジー。ちなみに夏目さんって、もうずっとボタンの前待機ですか？ね、あ、これ押したの理由があって押したんだけど、もう今となってちょっと意味がないかもしれないけど、それを先に言わないと。これは反省してほしいな。左側にね結構いて、メットベアッパーエンジンっていう風にちょっと散らばってったから、全体的に散らばってて固まってる人がいないから、これキル起きた時にわかんねえなって思って、一応僕スキップに入れましたけど、いやこれ、ごめん、これ64ぐらい、64か73になる気がする。すまん、これはすまん。僕もスキップしましたよ。これは先生に入れました。あ、じゃあ大丈夫なんじゃない？なんでまさかに逃げてんの？なんで9票、なんで先生スキップ入れた？やばい、初手つっちゃった。あれ9票じゃなかった？夏目先生間に合ってなくね？チリレコ緑初めて初手釣りしちゃった。緑金やべえ、これ頑張んないと。これは頑張んないと、勝たないと。すまねえ、これは勝ちに導けんかった。ああ、センターさんが死んでる。あ、マジか。あー、マジか。右は来てないです。オラフさんで右はいなかった。右ちなみに一人、あ、ごめん、押した人誰だっけ？真ん中ボタン押したのオラフくんだけど、え、なんでオラフくん押しちゃったの？え、アドミン確認して結構人数字ついてて、まあ僕もそうとしてました。え、カフェ閉まってたのは気づいてます？気づいてます。車センターさんの情報が欲しい。誰か全く見てないです。真ん中左だと思うんですけど、いや、エレクトリカルは来てないです。右ではない、右、ネットベイもいない。ナビ一人で僕ずっといたから、オラフ君とアルマさんが見てくれたと思うんだけど。あ、下か。まあ、アルマ目線の話ですけど、はい、慎太郎さんは結構目視できてるんで、慎太郎さん絶対ないと思います。あと、ザチキンさんも、あ、ザチキンさんも結構薄いかな。最後、僕とザチキンさんでエレクトリカルに閉じ込められたって感じだったな。あ、エレクトリカルにありました。エレクトリカルにストレージ位置ついてて、で、ウェーポンオーツナビゲーションにも位置ついてた気しますね。オーツ自分です。
ウェポン藤宮です。ストレージがアルマかな、うん、エレクトリカルから最後出てるんで。マシャカリさんナビゲーションかな。うん。タグ先生、僕見てます？見てないです。僕もタグ先生見てないですよ、オツで。でもいると思います。まあ、ナビ1位が他に出ないなら。藤宮さんが見てるから。あ、そうか。そうですね、タキオさんは確認してます。なので、ほぼほぼオラフ君かアルトさん。僕、メットベイなんで、僕、オラフ君が、なんだっけ、カフェテリアから、違う、下からカフェテリアの方に、ボタンを直線に押しに来てるのを確認していて。ああ、じゃあ、カフェ周辺でサクッとやってるわけではないと。うん、オラフ君が。殺してそのまま上に上がってきてる可能性は低いと思ってる。まあ、死んでるならアドミン。アドミンとかだったら。あ、うん、あ、アドミンなら全然あります。鬼山さん、まさかりさんかもね。どっち出るかと思いますか。これ、鶴議論なのこれ。え、で待ってください。知らなくていいんじゃないですか。最初、エレクトリカル、うん、エレクトリカル3人いたら、それじゃアルマさんで。あ、それだとアルマするなら、アルマさん。僕です、アルマか。あ、慎太郎アルマ、ザチキンさんかな。そうですね、途中、多分その3人になって。あ、最終目撃は2人とも一つだったのか。まあ、オラフ君の方が黒いかな、ぐらいですね。ペアと2人ぐらい。あ、そうかな。オラフ君押しちゃってるんか。僕はオラフ君あんまり黒いとは思ってないです。いいね。いやー、お疲れ様です。マジでごめん。ちょっとセンタンさん、はい、こっちに来てください、はい、こっちにカフェテリアまで、はい、どこありますよカフェテリア。え、あれどこ、え、え、いるけどカフェテリアだよ。うん、え、あれ、本当にいる？いる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 。どこどこどこ？え？え、見えないんだけど。待って待って待って。え、ねえ、なんで？え？あ、え、なす、ね、ネタが、え？あ、え？え、待って。まさかさ、まさか、あ。あの。やば。ワルトさん死んどる。ん、え、おお、マジか。オラフ君釣っていいんじゃないですか。ああ、いや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 、オラフ君じゃないんじゃない。僕がボタンを押したのは、オラフさんじゃなかった場合、僕ザチキンさん結構怪しいと思ってるんですけど。とは、うん、僕は慎太郎さん、僕は慎太郎さん目視できてるんですけど、ザチキンさんだいぶ遅れてエレクトリカル来てると思う。あ、それはそうだ、それ、それ、それはそうです。ザチキンリアクターの、オウェゲやった後、ロアアッパー閉まってたのを確認して、ロアの方から抜けてエレクトリカル。ジュニアさんは左側が来てないですね、センターさんは。いや、誰も来てないです。勘違いしてる。センターさんじゃなくて、クルーっぽいよね。人狼的な感じ。あ、さっきのターンです、ね。さっきのターンの話を僕はしたくて押したんですけど、アドミン。左側は誰も来てないです、ちなみに。まあ、今、アルトさんの話の方がいいんじゃない、直近だし。あ、僕、アドミン情報あります。ナビ、2から1になったから、多分そっちに伝えると思うんだけどな。あ、ナビは1ずっとついてますね。ついてましたよね。はい、で、アルトさん、右側で見てるんで。キルフラッシュ起きたってこと？いや、キルフラッシュないっすね、多分。じゃあ、アルマさん。アルマさんもできるくないですか？右出たん、アルマ。いや、僕は。とりあえず、今回の宮慎太郎は無理です。あ、実験、アップデート的に、アルマさんとオラフ君がアドミに入ってきてるの見てるんだけど、その、はい、それは関係ない、全然。あ、オラフさん目線、僕見えなかったかもしれないですけど、僕、オラフさんペットだけ追いかけ回してついてるんで、僕、それ見えたんだよね。はい。ナビ1、シールド1でしたね。オラフさんの後ろについてて、で、シールド1。シールド1って誰ですか？いや、てか、もうこれ、ザチキンさんしかないと思うんですけど、このキリに関しては。ロアエンジン2光ってて僕向かってたんですけど、ロアエンジン2光ってて、あ、いや、ロアエンジン、あ、そうか、いますね、でそこが生きてるんだったら、ザチキンさんしかなくなるかな、ちなみにシールドに関しては、シールドに関してはザチキンで間違いないです。ザチキンアドミンで、マシャッカリさんとタケオさんとすれ違った後、そのままストレージ、じゃあコミュニケーションで全部スタイチ分かってないから、ツッチャダメ。アルマオラフの二郎も。あるのかなと。いやなー、さすがにそうだけど。そこはない、どうだろう。いや、さっきの犯行は。いや、オラフ君がさっきアルマさんに矛先向けたから、そこの二郎ないんじゃない？え、これもう一キル待ちたいけどな。そうですね。7人番目釣りはかなり怖い。危ねえ。あ、よかったよかった。藤宮さんがそれを見てくれて。についていきます。あ、ペア OK です、はい。大丈夫です。そうやったらアルマさんについてくれた。お疲れ様です。お疲れ様です。
疲れ様です。お疲れ様です。あーお疲れ様です。ちょっと咳してます、ごめんなさい。あーいやいやいや、カフェテリアまで来れますか、アルトさん。ちょっとはい、こっちに。ああはい、こっちに。そこのテーブルの上に座ってもらって。何でしょう、最初の投与どっちに、誰に投与しました。あ、僕ですか。僕も最速で夏目先生に入れてますね、はい、ああなるほど。じゃあちょっとこの上まで来てもらっていいですか。はい、なるほどね。アルトさん、ノイズって夏目のことを言ってたけど、言ったかな。ちょっと記憶ないっすね。はい、嫌い、ちょっと記憶ないっすかね。はい、ちょっとこれね、あの3日間ぐらい夏目引きずってね、今これアルトさんに呪いかけてるんで初手死にやすい呪いかけてるんで、ね、今これ多分ね、これ多分ね、夏目先生にロックオンされてるんですよ。夏目先生インポスター引いたら多分ね、アルト追いかけ回して初手殺すつもりなんで、めっちゃ今呪いかけてるから今ここでじゃあちょっとタスクができる、タスクやってる、タスクだけね、やります。はい、ちょっとね、でもん、先生が、まあ、悪い怖い。ナイスボタン、ナイス。今リアクターにみんな集まったんでね。そうそうそう、じゃあナイスです。全員メットベッドカフェテリアで全員集合、うん、わちゃわちゃしてましたね。いや、ドサキロコロコロってビビってた。まあ逆に安全かな。まあ、タスク終わった人とかいます？タスクはまだ終わってないっす。まだ終わってないっすね。ちょっと下探ししてました、僕。アルトさんキルドのタイミングで絶対にできない人って誰かいますか？慎太郎、藤宮以外で。竹尾、マシャカリの。マシャカリ、竹尾先生でもできない。で僕がオラフさんに隠しを出します。アルトさんの研究。ああ、そういうことか。オラフさん目線、僕は後ろにいたんで、まあワンチャンできると思う。見えないですね。オラフ君目線はアルマさんか、ザシキンさん。でもまあ今の行動とか見てたら若干アルマさんの方が白いかなとは、まあわかるですね。はい、でダツキンさんがシールドって僕言った時に僕情報が先出しでダツキンさんのシールド情報後出しなんで、うん、まあ最初に疑われたらシールドって言ったらね、ちょっと言えんかった理由とか僕が言ったから言わざるを得んかったんかなって感じもしてて、うん、だからダツキンさんの方が黒目かな。オラフ君が白だとすると、先端さん切るって誰になります？だから、ああ、ザチキンさんリアクターか。うん。エレクトリカル来たんが、ザチキンさんが一番遅かった、ね。来る前で。そうです、僕はもう、初動から慎太郎さん目視してて、ストレージとかで。うん、で、うん、エレクトリカルまでやりたいと一緒になってて、これなんか適当に。で、置いていってて、ザチキンさんと二人気にしてるんで、慎太郎さんは絶対無理ですっていうふうに。どうする、釣っちゃってもいいんだったら、まあでもナビゲーションは。僕はね、釣ってもいいと思ってるんですよ。で、まだボタン残ってる人いますよね。慎太郎残ってる。はい。で、この後のリアクターさえケアすれば、そうですね。大丈夫だと思うんですよね。うん、じゃあ、釣りますか。釣るんですか？私、孤立してたのは確かなんですけど、今、222222でどこでもラインができる状態なんですよ。まあ、確かに。まあ、でも、藤宮慎太郎も竹尾真彩も絶対無理なんですよ。その他の目線からも無理なんで。とりあえず、藤宮ボタン待機します。僕はリアクター待機か。僕はもうボタン使ったんでリアクターで。インポスターっぽいな。僕もボタンありますよ。あ、ないわ。うん、あるわ。あるわ。せっかく。タスクを急げ、タスクを。一キルしかしてないのに。チキンさんインポスターだったな。そうですよ。ナイス。そうだ。アルマさんだと思い込んで。僕の最新情報。僕はもう一人釣りたい。そうですね。めちゃくちゃそうだった。僕います。一応さっきのキルの位置が僕とザチキンさんだったんで。
え、マシャカリさんは無理って話じゃないの、竹尾さんと一緒で。違う。マシャカリじゃないです、今喋ってるの、アルバさん。すいません。まあ、声似てたから、しょうがないよね。わかるわかる。そうですよね、僕とマシャカリさん。でも、アルバさんかロフ君どっちかかな。ないんじゃない、アルバさん目線ないから。全然聞いてなかった。あ、僕目線は2人だと思う。絶対無理。あ、ちょっと待てよ。でも、最悪そこの2路、あ、2路はもうないか。ストレージの1の話も。ケアで、そう。できる1っていうのが僕とザチキンさんだけだったんですよ。その初手の先端産キルをできない人物って言います？アルマ慎太郎初手じゃなくない、先端さん初手か、夏目が連れてるから初手か、おめえが殺したんだ。そう、4人は全員プレイ。右側にいた藤宮武雄マシャカリじゃないですか。は無理じゃない。そうですね、そこは無理かと思います。じゃあオラフ君かアルマさんどっちかにはいそうだけど、正直絞れてない。てかそれがそれがザチキンさんの可能性もあって。あ、そうか、あ、そうか、そうか、そうか、そうだから、で、あの多分ね、藤宮さん、オラフ君を結構疑ってると思うんだけど、うん、それはセンターさんキルで疑ってますよね。そうですね。で、僕、オラフ君をあんまり黒くないと思った理由が、うん、はい、オラフ君は、最初、スタートしてカフェテリアの扉が閉まって、開く間際ぐらいに右上のタスクをやってたんですよ、カフェテリア。なるほど。はい。で、その後、アダミ行って、多分時系列的にはもうすぐ押さないと、あ、なるほど、時間的には間に合わないと思うんで、そこら辺にセンターさんがとどまる理由ってないのかなって思ってます、ね。あ、なるほどね。素晴らしい推理。パーフェクト。ちなみに、さっきスキップ入れた人って誰ですか、まあ、ちょっと違いますけどね。ザチキンさんと。俺入れたよ、ザチキンさんに。僕も。あと俺、つろってたもん。僕も入れてます。僕も、じゃあ、ザチキンさんで連れてるくないですか。あ、誰か嘘つくの。いやえ、どっちもいいですよ。僕はスキップ入れます。僕アルマさんに入れます。任せます。一応。まあ、僕、ザチキンさんの2切れだと思ってるんですけど。これ、2路いないよね。大丈夫だよな。じゃあ、いや、多分、票の入り方からいいと思うけどな。お、15万5000人超えてる。やったーやった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 、ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。何ですか？ごめん。何ですか今の？何ですか？いや、ごめんなさい。すいません。え？何ですか今の？お前なーだったの。お前なーだったの。メットベイ。お前なーだったんですか？お前なーだった。あ、僕 AB マイナス初めて出たんですよね、さっき。何 AB マイナス？血液型 AB マイナス型。先端は何型？僕 AB プラス。すごい。全然すごいと思ってないじゃん。AB プラスが、てか AB がすごいのかすら思わない。まあ、嘘なんですけどね。こういう時も少ないですからね。こういう時もセンターは嘘つくんだね。もうすぐ嘘つく、夏目に。そうですよ。すぐあの時も、この時も。何あの時って。カフェテリアの時も、カフェテリアの時って何？え？何カフェテリアの時？カフェテリアに来てって言った時、うん、センター別の女と遊んでたじゃない。いやいやいや、僕はちゃんと行きましたよ。斜めにどんどん行く。あとちょっとその時ちょっと会社のちょっと同僚に誘われてて、ごめんね、ごめんね、ちょっとめんどくさかったよね、ごめんね、ちょっとお仕事ならしょうがない。そう、お前は家で家事でもやってろ。分かった。明日センターの好きな肉じゃがにしとくね。俺は肉、あの、お前いつも人参入れるからな、肉じゃがに。俺嫌いっつってんのによ。分かった。お肉とじゃがいもだけにしとくね。お肉とじゃがいも。本当に肉とじゃがしかない。夏目が好きなものだけ入れるみたい。好きなの肉じゃが。肉とじゃがいもだけの肉じゃがが好き。そんなのあるの？素晴らしい。おー、素晴らしい。釣れてるっぽいですね。釣れてるっぽいね、これ。さすがに、うん。なんで、たぶん、普通に一人紛れ込んでるんですか、うん、そうそう。そうだね。だったら、オラフ・アルマじゃないんじゃない？あ、ごめんなさい、呼び捨てちゃった。あ、全然大丈夫です。別にいいっすよ。いや、多分それよりもね、ザシキンさんを釣らなかった時に一回票4、3があったんですよ。キップ4、ね、ザシキンさん3が。あの時の票を洗いたい。しましたね。ザシキンさんに言いました。僕をスキップしました。
と入れた人を知りたいかな。あれ入れました。竹尾さんは竹尾オラフ君。ああ了解了解。あただあのさっきのターンで最初に僕釣ろって言ったの僕です、サチキンさんを。釣るか残すかどうしますって釣ってもいいと思いますって言ったの僕です。まあでもね、僕心情的には藤宮さんのを信じたいんだよな。今回のボタンプラス、まあアルトさん殺害の時にめちゃくちゃ二人きりだったっていうのを加味するとね。まあタスクでいいかな。まあでもタスクで、タスクで、うん、もう終わってるんで、僕も終わってます。あ、僕終わってないっす。シンタロウも終わってないっす。じゃあ、もらう。本当もうちょっと。誰だろうな。誰だろう。アシャカリさんとかかな。アシャカリさん今きついっすか。何がタスクは終わりそうですけど、タスクは僕も終わりそうですよ。ああ。なんかちょそうやってなんか僕に疑いの目を向けるのやめてもらっていいですか。なんかなんかデータってあるんですか僕の悪いって。いやないですよ。一致で入ってる。ひろゆき、ひろゆき節だ。ほら藤宮さんか竹尾さんどっちかでしょ。さあタスク量的にどうなるかな。どうなりますかね。いけそうではある。1、2、3、4、5、6人だ。4キル。あのダージ次第かな。あのダージでタスクさせないようにしてしかない気がする。はーい、マジか。ああ、慎太郎さんの死体が、はい、ストレージ右下ですね、あったのが。あ、アルマさんは無理っすね、今回に関しては。藤宮さんも無理だと思うな。じゃあ、マシャカリさん。え、竹尾さんのセルフは？なんで俺なん？僕、ナビゲーションいましたよ、一人で。ナビゲーションいたんですか？藤宮さんも最初から左だったからな。僕エレクトリカルの中に閉じ込められてると竹尾さん視点は、うん、あ見てますね。あ、じゃあ藤宮さん絶対無理です。その前も僕と一緒にいたの、左側に。ああ、セルフじゃあ竹尾さんか僕ですよね。そうですね。いやまあ竹尾さんはめっちゃ白くしてくれたからな。いやそれはまあ関係ないと思うんで、まあ、外してもタスクで終わると思うんで。おいおいおい、ちょっと待って、ね、俺ルールさんでいいじゃないですかね。ちょっとダーツ入れられると困るぞ。おいおいおい、あ、これ、竹尾先生何か言ってください。僕に入れたんですか。え？え？まあ、僕は、皆さんで考えて投票しましょうっていう。そういう。ちょっと、なんで僕になるんですか。ちょっと教えてもらっていいですか。よくわかんない。じゃあ、いやもう、まさかりさん、今回しかなくないですか。もう、ほとんどの竹尾さんがやっちゃったんで、しょうがないですけど。僕はオラフさんに入れました。あ、じゃあ、僕はアルマさんに入れちゃいました。ちょっと、票を合わせないとまずいっすよ。気持ちはみんな一緒ですよ。おいおい、おかしいぞ。しゃーねーじゃん、相方死んでんだから無理だよ。無理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 、絶対無理。こんなの一人連れてるんだよ。ごめんなさい。最強。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。センターさん切る完璧だったと思ったんだけどな。完璧でしたね。いや僕がめっちゃ疑われちゃいました。いやあれでオラフ、え、センターさん切るマシャカリさんなんだ。そうで、ストレージですよ、しかも。あ、ストレージってやつが、あれ、センターさんの死体だったってことですか。そうっす。あ、今回、ストレージでこうしまくったんですよ。あ、じゃあ、そっか、僕、じゃあ、あれ、ストレージのどこで死んでました。ストレージのゴミ室のちょっと上です。あ、じゃあ、ギリギリたどり着けなかったんで、ストレージの中央らへんまで生きてたんですけど。いや、僕、夏目先生が釣られたとき、僕スキップを押すの考えてなくて、普通に僕マシャカリさんに入れてしまった。あ、まあ、オラフさんだったら竹尾さんだったら、まあ、竹尾さんだったら、竹尾さんだったら、あんまりボタン押して押さないですけど、すぐ僕あれごめんなさいと思ってボタン押したら先端さんも死んじゃってて。まあ、まあ、感性は合ってましたね。はい、あ、じゃあ夏目さんに入れた人は悪くなくて、オラフ君が全部悪いってこと。そうです。あー、マジで申し訳ない。じゃあ、オラフ君、じゃあ夏目さん、オラフ君に謝ってもらっていいですか。じゃあ
いやー、オラハさん、本当にオラハさんのイメージを下げてしまう。本当にごめんなさい、夏目ことでした。あれでも釣られるよな、あの中では。僕が悪いっすよ、あれは。いやいやいや、明らか夏目先生入れてる人が悪いから、全部悪いから。ごめんなさい、入るんですか。言ってくれって振りじゃないの、あれ。インポスターの僕は入れなかったっすよ。マジで？あ、そうなんだ。もう入れてないですよ、悪いと思ったんで。私は入れてましたけど。おい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 ワンチャンいけるかなと思って6番目に入れましたからしかも6番目に入れたんだてか、じゃあクルーメイトが4人も入れてるのか4人に入れられたって誰だよ、入れたの別れ、なんか4人特定できそうだな。夏目さん、僕入れてないですよ、慎太郎は。僕も入れてない。本当に僕も入れてないです。僕も入れてないです。僕も入れてないです。ああ、じゃあみんな入れてねえや。バグだ。バグか。バグだな。じゃあバグだな、これは。ダチキンは入れてるんで。まあでもね、インポスターだから。5票入れた？ダチキンさん、もしかして。5票入れました。はい。ああ、やべえやつだ。そういう役職？そういう5票入れる役職みたいなね。強いな。うん。あ、先端さんがお裸です。あ、それコーヒーを入れる役職強いな。強いな。何でもあるまさかりさん、今トイレ行ってらっしゃいます。とりあえず、はい、無言の藤宮さんのアーカイブ後で見るとして、あ、別にいいっすよ、スキップ。僕はもう最速スキップですよ、本当に。僕もスキップ入れてるからアーカイブ見てもらっても全然大丈夫。慎太郎もスキップ入れてるんで、一人先さんは入れてるでしょ、ね、いや絶対先雄さんは入れて。いや僕最速スキップですよ、うん、僕ももう最初も暗い画面が開いた瞬間にもうスキップ。僕最速夏目先生ですねナイス。僕なんとなくマシャカリさんでした当たってたけど確かに確かに当たってんな。あ、じゃあすげえじゃん。じゃあなんとなくの考えと全然悪くない。